浦島ホテル駅、送迎船が参ります。というわけでホテル浦島、50万登録を記念してやってきてしまいました。シャムさんの聖地ですね。収益化対策で動画も軽く作ります。まずはこの、船で来た人用ので入り口。割とそのまんまで草です。船で行くのは乗り換えと待ち時間がだるいけど、最初の1回のみおすすめですね。2回目以降はバスで直接行くと思うぜ。シャムといえばこれでしょう。スペースウォーカー、エスカレーター止まってますね。センサーに私を感知させて。動いてねえやん。わざわざ登って降りるのもだるいし、また次回ということで。なお早朝に来てもやってないぜ。さてシャムさんが泊まったのは本館ですが、私が泊まるのは日照館。窓の外から広がる景色は最高。とのことですが、景色そのものは日照館の圧勝だと思います。後で紹介しますね。なんだこの光。これほんと草。ちなみに本館は室は 1.7 万、眺望なしは 1.2 万、日照館は 2.3 万円くらいです。そんな日照館、最高の客室をご覧入れましょう。白飛びしてるぞ。まあまあ。部屋に入った瞬間、一面の海が眼下に広がります。ザーザーと落ち着ける波の音が響き、誰にも邪魔されないプライベート空間で、この景色を独り占め。開けてみたいでしょ？うん、見たい！いますよ！せーの！あー、水素の音！マジで波が打ち付ける音がザーザー響いてるからな。二水素の音だぜ。無人島を切り開いて何棟も旅館を建て、その建物同士をトンネルやエレベーター、エスカレーターで繋ぐ、オーシャンビューと相まって、第二次世界大戦時代に、敵艦から島を守るための、防御要塞みたいな構造なのですね。島一個を買収し、億単位の改装費を費やし、民間資本のみでここまで拡張する。こんな建造物を旅館として味わえるところなんて、世界でもほとんどないでしょう？部屋を蹴散れば1泊 1.2 万円から。さっきのオーシャンビューでも、たったの1泊 2.2 万円でこの体験。詳しい館内解説は他の人の動画に任せるとして、私が浦島ホテルを強くおすすめする理由はこれですね。某テーマパークをビジネスや構造の分析をしながら楽しむタイプは、わー広いと思うより一層楽しめますよ。ちなみに駐車場はちょっと遠いところにあり、基本的に常時数台が待機しているマイクロバスで送ってもらいます。平日だからか、行きも帰りも一人でした。地下トンネルが交差してるぜ。マジで要塞だなこれ。つまり、車に忘れ物したら基本的に罪です。私はスマホの充電ケーブルを忘れ、残量 4% でのチェックアウトとなりました。ごめん、お腹減ってたからお菓子食べちゃった。そして大量のティーバッグと湯切りの器付き。一口飲んだら残量 40% を切る。アホみたいに小さいぜ。ここのアメニテのヒゲ剃りだけは使っちゃダメですよ。二枚刃の粗悪品で、私は唇を盛大に切って、2時間くらいずっと血が止まりませんでした。そのせいでチェックイン後の温泉に行けませんでした。部屋にも風呂はあるけど、せっかくだし温泉行きましょう。夕食バイキングですが、海鮮、野菜、肉、和食洋食、一通り揃っております。私は普段からケチってるので感動しましたが、舌が肥えてる人には平凡に感じるかもですね。嫌いな食べ物の美味しさがわかる。そんな感じで平均レベルが高いから、満腹度と相談しつつ広く浅く試してほしいぜ。キュウリの浅漬けとマグロの唐揚げ。バカなの？あ、そうそう、油にたっぷり浸してあるようで、それっぽい食品は避けた方が色々味わえると思います。これアナゴがイカに乗っかってるのね。撮影時はつまみ食いされたかと思ってた。私のお気に入りはこれ、具沢山の味噌汁。好奇心の3回目、胃袋が破裂するかと思った。実はクジラやイカを提供する食事処も併設されているので、2回目以降かこだわるならこっちかも。クジラ系の高いものでも3000円ちょい、普通のメニューなら1000円ちょいで食べられるので、私は次来るなら飯抜きプランにして、こっちにします。夜も海面が照らされ、海の景色を楽しめるのが嬉しいです。言い忘れてましたが、日中は波の音を聞きながらパソコン仕事ができます。左を向くと、窓や柱、ベランダが絶妙に邪魔で開放感がそがれるんですが、椅子や机も体格に合わないんですが、まあこの景色ですよ、リフレッシュには最高なのです。では朝の4時半、朝日を見に行きます。実は2時頃に起きてからずっと仕事してたのですが、4時を過ぎると明るくなってきますね。スペースウォーカーの営業時間を未確認だったせいで、さっきの通り乗りのが済んだよな。例のエスカレーターは空いてないので、某軌道の通路から三条館に向かいます。のろし山遊園最東端の展望台に来ました。朝日はどうかな？ぎぎ見えねえ。こっちも絶景ですが、朝日を見に来るところじゃないね。広がる湾と山並み、のろし山遊園もぜひ寄ろう。あんな奥まで行かなくっても、ここがベストスポットですわ。海と夜明け自体は珍しいもんじゃないかもだが、この地平線の彼方までひたすらに広がる海。それを照らす太陽。これが味わえるのは素晴らしいんだぜ。
ぜひ早起きしような。夏は4時半頃起きてのろし山遊園に向かい、朝日を見てから棒気道温泉に入って、追加の朝日と海を味わうのがおすすめ。まあ蚊の対策はした方がいいですね。一般的なビジホ代に1万円ちょい足すだけで、この世界が独り占めか。長旅の最中に車中泊を挟み、浮いた費用で宿のアップグレードをする。という価値観が分かった。一人で泊まるにはもったいないね。二人分払ってでも、親しい人を連れてきた方が良かったな。他者との協調行動が嫌いな人間でも、こう思っちゃうレベルでいい部屋です。次は二人で来るかね。まあ名古屋方面から車で来ると、クソみたいに退屈な区間を通ってこなきゃダメなんだがな。さて一仕事したし、朝食に行きますか。私のお気に入りはだし巻き卵。カットフルーツとヨーグルトもおすすめします。マグロ丼とかも作れるんだよな。前日の反省を生かし、控えめな2周目で切り上げ。豪華クルーズ客船の旅で太る、というのがよくわかります。取り放題な平均レベルの高い料理。単純に美味しいのと、食べ逃しは損。という感情が過剰摂取を誘う。深夜2時にコーヒーを買いに来たけど、購入時にちょっとうるさいので、事前に買って部屋の冷蔵庫で冷やしておくべきでした。高層階限定プランもあるそうですが、私の感覚だと必須ではないどころか、手前の波打ち際が見づらくなっちゃうかな。というわけで最高の一泊でした。シャムの聖地、で片付けるにはあまりにももったいない。というわけでここからは、この前後の旅の様子をサクッとお届けします。まず前日の夜更かしのせいで朝寝坊しまして、8時半頃伊勢神宮の下宮に到着。本当は紀伊半島の南端と一緒に行く予定でしたが、明日の体力次第ですね。これは置物ではなくて、ほぼ動かずに寝ている猫です。これは本宮のお馬様。草信号というっぽい、参拝客から見やすいところでおとなしくしている、天使のようにいい子ですね。今回は伊勢神宮の他に、熊野三山を巡るのがメインテーマです。ただこのルート、車で行くと道中がクソだるいんだよな。伊勢から三重の南端まで、新東名を片側一車線の対面通行にしたような道が、ずーっと続く。ひたすらに退屈で、なぜか70キロぴったりでノロノロ走るやつに引っかかって進まん。時間的には1時間程度だが、体感時間はその10倍の地獄だぜ。ずーっとこんな景色が広がるわけですけども、山あいの景色自体は綺麗だけど、マジで飽きるし退屈。よく見たら国道のうねうねした道ルートがあるようなので、次はそっち通ろうかな。鬼ヶ城に来ました。この岩壁をひたすら歩くことができる、絶景のハイキングスポットです。この足場の悪い中、奥まで行ったらその分帰ってこないといけない。ほどほどのところで引き返すのがおすすめです。綺麗な海ですね。日本海沿いだけでなく、太平洋側にもこういうものがあるんですよ。炎天下の中でミミズが暴れてた。ここのトンネルを抜けると、遠くまで伸びる海岸線の景色を味わえます。ここから先も単調な一本道ですが、だいぶ気が楽ですね。煽り運転しながら事故る気象に遭遇しつつ、ゆっくり走る人を抜きながら山道を進みます。熊野本宮大社。海から1時間くらいかかるのでちょっとアクセスが悪いです。八田ガラス神社しか撮ってなかったけど、早玉大社にも寄ってから浦島ホテルへ向かいます。おいおい、野生のシーポットが出たぞ。あ、あの赤いのが鳥居です。湿気で草。そういえばパトカーがオイル交換をしてましたね。でこの区間だけむっちゃ流れが悪い。1日目はこのまま浦島ホテルへ。本当は朝の2時に出て、シャムの聖地でもある、最南端の灯台に行くつもりだったんだけどね。これが和歌山の割り込み運転だ。この日のイオンはどうせ、お客様感謝デーなんだろ。平日の昼間でも駐車場が埋まるので、イオンのお客様感謝デーは嫌いです。2日目は那智の滝に行きましょう。ここもシャムの聖地ですね。毎秒1トンが落ちているとか。滝だけ夜ならまあ楽なんですけど、私はここの那智大社にも寄って、熊野三山のコンプリートに来ました。つまりこの階段を登るということ。シャムさんも滝ではなく、こっちの山の方をメインで映していたようですね。運動不足な人が真夏に来たら、熱中症でぶっ倒れそうな階段でした。というわけで帰ります。ご視聴ありがとうございました。